ついに南鳥島でレアメタルの商業化が始まります。お疲れ様です。パーソナリティの朝日です。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、日本が南鳥島で海底レアメタルの商業採掘を始める、羨望に泣く隣国をお送りします。ついに南鳥島のレアメタル商業開発へ。先日、読売新聞が独自スクープとして、政府が南鳥島周辺に眠るレアメタル採掘の商業化を進める方針を固めたと報じました。この海域には以前から多くのレアメタルが埋蔵されていることが分かっています。例えば国内消費量の約88年分のコバルトや、約12年分のニッケルが埋まっていると推定されているのです。それだけでなく、東京大学、早稲田大学のチームによると、全部で1600トン以上あり、全世界が数百年間消費できる分があるとも言われています。ただこれまで採掘にあたっての採算が取れないとして、手を出さずにいました。しかし日本政府は2022年度までに複数の候補地を選定し、2028年までに採掘技術を確立して採掘場所を決めるとのこと。なぜこんなに急に採掘を進めようとしたのでしょうか。それは中国がこの海底資源に目をつけ始めたからです。ちょっかいを出されてトラブルになる前に、日本が商業採掘の既成事実を作ろうという算段です。すでに計画は進んでおり、南鳥島には8000トン級の船舶が停泊できる港が整備される予定です。そこから世界へ輸出をしていくのです。こうした状況に韓国の掲示板では、なぜ韓国には排他的経済水域が少ないのかと嘆きのコメントが多く寄せられました。韓国の反応、南鳥島は島ではなく暗礁だろう。日本が島だと言い張って自国の海底資源だと主張しているだけだ。採掘のために海底を誤って触ると大地震が来るぞ。列島も沈没する。日本が竹島にこだわる理由がこれだ。同じように資源が多く眠っているから。韓国も竹島周辺の海底を採掘してエネルギー自給自足をする必要がある。我々は竹島周辺のメタンハイドレードの採掘方法を至急確立すべきだ。同時に南北統一を果たし、海軍に国防費を全力投入して日本が近づけないようにしなくては。なぜ勝手に採掘しようとしてるの。日本はまず大韓民国から許可を先に受けろ。我々も調査船や潜水艦を送ろう。地図で探してみると、南鳥島は日本の本島とはあまりにも遠く離れているところではないか。あれが日本の領土であるはずがない。我が国のものだと宣言しよう。やっぱり日本はすごい国だね。でも採掘技術は韓国に任せてください。お互いに助け合おう。韓国も手伝うので、採掘権を韓国に移譲したらいい。もしくは夜にこっそり潜水艦を動員して盗もう。日本の人々からも多数のコメントが寄せられました。日本の反応、韓国人は何を考えているんだか。あの島は岩礁だろって言ってるけど、沖ノ鳥島と南鳥島を間違えてるだろう。南鳥島は米軍が駐留してる時から歴史とした島だよ。飛行場もあるし、日本人が常に駐留してるよ。日本の話題です。韓国人には関係ありません。韓国に海底資源の採掘なんてできないから諦めろ。ちなみに韓国に海底からのレアメタル掘削技術はなし。コスト面で見ても、もし韓国が他国と協力して海底から掘削したとしても大赤字にしかならない。南鳥島は125年間で無人島だった期間の方がはるかに少ない。ちなみに米国沿岸警備隊は日本返還後も1993年まで常駐していた。それ以降は海上保安庁が引き継いでいる。中国が関心を高めているのは本当らしい。ここは日本とフィリピンの EEZ だから、本来なら中国とは全くの無関係。ただ中国は人のものは俺のものというジャイアンだ。採算取れなくても膨大なレアメタルが日本の手中にある現実だけで国際取引相場が低く抑えられる。中国が輸出制限で経済戦争を仕掛けることを困難にさせ、
日本企業は安く買い叩ける。これで日本は資源に乏しいと言われることもなくなるし、中国に対抗すべくここ十数年大洋資源を模索してきた日本の技術者の努力を称賛してほしいな。価格が安いから中国はレアメタルを独占できてる。希少だからってわけじゃない。奴隷同然の安い労働力があるから世界の誰よりも安く出せる。日本がどこまでその牙城を崩せるかだな。中国はレアメタルの環境汚染について全く気にしてないよね。その分コストがかからない。日本はいくつかの大陸プレートの上に位置するから、最終的にはかなり多様な鉱物資源を得られると思うよ。レアメタル商業化を世界が待っている。南鳥島の海底に眠るレアメタルが商業採掘できると、中国一強が崩壊します。レアメタルの濃度が中国鉱山の30倍を超えているからです。もちろん採掘する技術やコストに課題は残ります。しかし日本がレアメタルの自力採掘にこだわってきたのは安定的な供給のためです。2010年に中国が極端な輸出制限を行ってから、日本は中国依存からの脱却を進めてきました。輸入先の多角化やレアメタル以外の資源への切り替えも行ってきました。そしてついに自力で採掘する技術を日本は得ようとしています。これに対して中国は日本に採掘を中止させようと声高な発言を繰り返しています。例えば次のような主張です。黄海の海底資源採掘には国連海洋法条約による規制がある。煩雑な手続きと条約締結国の3分の2以上の同意が必要だ。国際海底機構は2022年までに環境問題に配慮した開発規則を作る。ところが日本はそれを待たずに開発しようとしている。日本が開発権を獲得しても人類共有の環境を守るべきだ。このような主張を繰り広げています。中国は環境への配慮をせずレアメタルの採掘をしているのにです。これは中国側の焦りによるものでしょう。それほど中国は自国の優位が脅かされるのを恐れているのです。日本はただ着々と進めていくことが大切です。採算性の高い場所で一気に商業化へと進めていくことを願っています。レアメタル市場の安定を願う世界もそれを待っているはずです。あなたは南鳥島のレアメタル商業化についてどう思いますか？ぜひコメント欄に意見や感想をお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございます。またあなたとお会いできる時を楽しみにしていますね。